はい、こんにちは、ヒカクゲームズです。今日もですね、ウィーレブアプリ2019やっていきたいなと思います。今日のウィーレアプリあるあるはこちら。ウィーレ好きの高校生さん、ディフェンスの裏に抜け出して絶好の大チャンスって時に前のプレーのパス操作の入力が残ってて、あーやばいーって思うとどうすることもできず諦めるということで、これはですね、やっぱウィーレアプリやってる方なら必ず1回は感じたことあるやつだと思いますね。こういう時はまあギリギリでね、パスの方向とか変えて対処するぐらいしかできないですよね。はい、ありがとうございます。ということで選手のロックイズもいきましょう。今日はこちらの選手、はい、この選手はですね、右サイドバックの選手で、僕金の中だったら最強クラスだと思ってますね。はい、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、はい、結構遅れてしまいましたが、今週のですね、通常ボックスガチャの解説、そして僕の方でですね、5、6回引いていきたいなと思っております。で、最近ですね、通常ガチャかなり渋めになっていて、ちょっとね、今週もどうなんだろうと思ってたんですけど、待って、ちょっと待って、なんでこれ進まないのね。僕解説始めてるんだからさ、その流れの中で行くやつじゃないですか、これもう。ちょっとなんかウィーレアプリから今録画を拒絶されてるような気分なので、少しだけお待ちください。はい、ということで、割とね、5時間ぐらい待ったらね、出てきたんですけど、はい、久しぶりのね、レジェンドガチャということで、しっかり解説していきたいなと思います。ただね、レジェンドの中でも神ガチャかって言われると、てんてんてんって感じなので、まあその辺はね、詳しく説明聞いていただければなと思っております。で、軽くですね、ガチャ概要を見ていきましょう。まあいつも通りですかね、はい、レジェンズワールドワイドということで、はい、世界中のですね、レジェンドが集まっているという形ですね。世界中のレジェンドが集まっている説明ちょっとあれですけど、はい、で、確率がですね、こんな感じですね。今回も300のボックスで、黒30、金90、銀180ということで、なんか最近あんまり確率上がってこないですよね。で、とうとうですね、5週連続 27% 台ということで、なんかね、もうちょっと来てほしいなっていうところはありますよね。ちょっとこの 27% で謎の安定感出さないでほしいなって思ってたんですけど、まあただ一ついいのであれば、レジェンドありでボックスの規模が小さいのはすごくいいと思ってて、300ということで、後ほどお話もするんですけど、まあ基本的に底引き選定で攻める方にとっては結構優しいガチャになるのかなと思います。ただこれに関しては結構ハイ課金の人前提なので、はい、無課金の人にとってはあんまりいいとは言えないかなと思っております。はい、で、搭載選手見ていきましょう。搭載選手は、こんな形になっていて、レジェンドがですね、上からジーコ、カーン、アドリアーノ、ネドベド、ジェラード、サネッティ、スコールズで、金がこれサラスでしたっけ、あ、マルセロ・サラス合ってますね。サラスに、ジューベルト・シューバか、ジューベルト・シューバで、新レジェンドの、ディエゴ・ルガーノ選手ですね。はい、で、この中だと個人的には、やっぱネドベド・サネッティ、あとジェラードあたりは結構使う機会多いかなというところですけど、他の選手どうなんですかね。ちょっとレジェンドの中でもね、扱い結構難しい選手多いかなって印象ですね。まあ分かりやすい、やっぱマラドーナとかロナウジーニョとかロマーリオとかダルグリッシュとか、まあそういったところが入ってないっていうのは今回ちょっとね、レジェンドの中でも微妙なのかなと個人的には思っておりました。で、今回新レジェンドのですね、ディエゴ・ルガーニ選手、能力まとめてきましたので、こんな形になります。で、金の選手でマックス総合値が87まで上がる形ですね。で、能力で言うと、まあそこそこかな、まあ正直そこまで強いって感じではないですけど、まあ金の中では割と優秀ですし、スキルもねあって、そしてコンディション安定度も高いので、まあ無難に使える印象かなと思います。まあただね、レジェンドに関してはそこまで能力高くなくても、この選手好きだったとかロマン求めて使うっていうのも全然ありだと思いますので、まあそういった感じで使っていただくといいのかなと思います。はい、ということで、このガチャですね、引くべきか引かないべきかというと、まあ毎週最近これなんですけど、ここはスルーかな。うん、まあレジェンド欲しい方にとってはおすすめしたいところではあるんですけど、いつものレジェンドガチャよりも確率的には厳しいので、無課金の方はスルーかなと思います。たださっきも言ったように、割と課金できて、まあ FP よりもレジェンド欲しいんだよねって方は、もう300引き切るつもりでいっちゃうのはありかなと思います。ちなみに300引き切るためには 2.5 万円、2万5000円ぐらい必要なので、マイドリー、まあ2万5000円ウイレに今かけるかっていうとちょっと難しいかもしれないですけど、まあそのぐらいハイ課金前提の方であれば、300でレジェンドね、結構たくさん手に入るっていうのはいいのかなと思っております。ということで、はい、まあちょっとね、通常ボックスガチャ厳しいの続きますよね。まあでもどういうのがいいんだろうな。やっぱレジェンドで確率 30% 台後半とか、まあそういったのが来ると結構引き病気だと思いますので、まあそういったガチャが来たら僕からまた発信していきたいなと思っております。ではですね、僕の方で6回引いていきたいなと思います。いや、ちょっと楽しいな。僕、おとといかな、はい、日本代表ガチャガツガツ引いてて、結構ガチャ欲はね、解消されてる状態ではあるんですけど、まあ、せっかくならディエゴ・ルガーニとか新レジェンド欲しいですし、今回持ってるレジェンドでまだレベマにしてないレジェンドも結構多いので、まあ、この機会にかぶってくれたら混ぜていけるかなと思っております。ということで、一発目いきましょう。さあ、今日も企画を発表させてください。ガチャ行こう。さあさあさあ、ガチャはね、やっぱテンション上げていかないといけないですからね。実は寝起きなんですけど、頑張っていきましょう。ゴー。さあ来い、来るか、
黒玉。おおおおおおグルー、さあテンション上げていく、ナイス。さあ誰、おおおお、待って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 、え、一発でネドベド出たんだけど、ちょっと待って、申し訳ない、ちょっとネドベド本当に強いから、あの持ってない方にこれはね、あの渡してあげたかった。はい、そしてダニエル・バゼッリ選手、メフリー・カレセラ・ゴンザレス選手ということで、一瞬カンジャウランキング7位ぐらい入ってきそうですね。いやネドベド本当にいい選手なんだよな。この選手は本当僕レジェンドの中でもトップクラスに強いと思っていて、能力こんな感じですね。かなりバランス良くて、キック力かつね、確かライジング持ってますよね。はい、なのでミドルがめっちゃ入る。なので、サントスのトップ下とか、あそこ2列目の飛び出しか、まあボックスとボックスでミドル打てる選手ということで、結構ネドベドとかも使ったりしますね。はい、かなりいいのでぜひ持ってる方使ってみてください。いや待って、ちょっと完璧な出だしじゃない、やっぱゴールデンウィークなのでガチャ運も上がってきてるかもしれないですね。さあということで2回目いきましょう。なんかさ、こういう微妙なガチャなんですよねとかって言った後に一発で黒出しちゃうとね、やっぱみんなからねコメント欄でね、やっぱヒカックそういう時神引きするんだよなとかって言われるんですよね。さあ行きましょう。さあどうどうどう、嘘、待って、ずれるずれる、うわー、さすがに天国と地獄だよね。おー、ポールセン、久しぶりの再会ポールセン、なんか嬉しいな。そしてドミニク・カルバート・ルイン選手、アジョセ・ペレス選手ということでありがとうございます。ポールセンね、いや僕の相棒なんだよな。2017の時に本当にたまたまガチャで出会って、そっから結構使ってるんですよね。最近使えてないですけど。なるほどね、はい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 。まあ普通にね、ヘディングもできるし、スピードもあるし、能力も高いしって感じかな。はい、コンディション程度ちょっと低いのがあれなんだよな。ありがとうございます。さあということで3回目いきましょう。いいねいいね、楽しくなってきた。さあゴールデンウィーク皆さんお元気ですか。なんかね、動画の再生数とか見てるとやっぱり休日だなって感じはする。嘘嘘嘘、待って待って待って、レジェンド、レジェンダリー来い。おー、ナインゴラー、マジか。待って待って待って、どうしたどうした、3回で2回黒はやばいよ。あれ、僕ちょっと最近ガチャ運ナインゴランかと思ってましたけど、ガチャ運アリンゴランですね。はい、ありがとうございます。そして、ガエタン・ラボルドゥ選手、ロマンド・マンドラゴラ選手ということで、マンドラゴラってなんかハリーポッターのさ、なんか植物かなんかなかったでしたっけ。ありがとうございます。なるほどね、まあまあまあこの辺の選手たちは割と見てるのでいいかな。この辺っていうかナインゴランは割と見てる気がするので、さあ行きましょう。あれ、 27% じゃなかったのかな、なんか確率バグってますけどね。行きましょう、ゴー。さあここで、うぅ、嘘、え、ちょっと待って、確変してる、待って、4-3ですよ、4-3、やばい、え、ちょっとどうした、どうした、ヒカック、さあ来い、誰、レジェンド、来い。あー、サネ、しかも、いやー、これは嬉しい。いや、サネはね、新しくなってめちゃくちゃ強くなったんですよね。うおー、これは嬉しい。そして、ジョシュキング。お、ホドリゴさんね。ホドリゴはちょっと育てる余裕ないかな、今は。いや、結構みんな触れたい選手ですけど、やっぱサネかな。いや、サネほんと強くなったんですよね。確か2月7日のアップデートだったかな。日にちずれてるかもしれないですけど、2月7日のアップデートでめっちゃ強くなって、能力ももちろんなんですけど、このスキルね。いやー、スーパーサブ持ち、あ、てかサネ使おう。なんかやっぱさ、僕も最近この選手使って試合してみたみたいな動画も作りたいなっていう気持ちになってきていて、はい、サネいいな、使ってみよう。レベマまでがね結構大変なので、ちょっと育成はあれかな。まあでも最近の育成環境だと全然余裕か。はい、では行きましょう。さあちょっと5-4いっちゃっていいですか。みんなごめん、ここちょっと皆さんには申し訳ないんですけど、ちょっと5-4出させていただきたいだと思います。行きましょう、ゴー。さあ5-4、記録作っていこう。あ、ずれてずれて、お願いお願い、あー5-4はそんな甘い世界じゃないよね。はい、エドゥアルド・サルビオ選手、カリム・ベララビ選手、そしてフレデリック・ロノー選手ということで、ベララビもいいね。ベララビも嬉しい。ベララビもね、ずっと使いたいなと思ってて、まだ使えてないんだよな。スーパーさんもちろんかなり優秀なレバクゼの選手ですね。そしてサルビオもまあ普通に強い。ベンフィカのまあ無難に有能な選手って感じですね。ありがとうございます。さあ、ということで、ラストいきましょうか、6回目。よし、行くぞ。頼む、6-4でもいいや。今ね、今5-3ですよね。だから最後6-4にして終わっていきましょう。ありがとう、ゴールデンウィーク、ゴーゴールデン、ゴールデンボールじゃなくてブラックボール。おっしょおっしょおっしょ、オッケーオッケー、嘘嘘嘘嘘 嘘、やばい、来い。おお、イグアイン、チェルシー版のイグアイン僕持ってなかった気がするかな、確かそうだよね。はい、ありがとうございます。そしてアントニー・リンボンベ選手、そして最後がオディオン・イグアロ選手ということで、あれ、なんか似てない、イグアまで一緒っすね。イグラ、イグアロとイグアインということで、はい、特にこれ以上はありませんと。はい、ありがとうございます。なるほどね、まあまあまあ、てかちょっとバグってるね、ガチャの引き完全にバグってる現象起きてますけど、まあちょっとさっき言ったようになかなか確率は厳しいと思いますので、今回の僕のガチャ結果も参考にしていただきながら、引くか引かないか判断していただくといいんじゃないかなと思います。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。